こんばんは。全国の気象情報です。この時間もまだ東北から九州まであちらこちらで激しい雷雨になっています。これは今日の午後5時現在の状況なんですけども、赤や黄色の活発な雲が今日は山沿いだけではなく平野部のあちらこちらにかかっています。で、今日は関東の南部、東京や神奈川、千葉でも激しい雷雨になったんですけども、その激しい雷雨によって道路が冠水したり、氷が降ったり、あと落雷によって停電が発生した場所もありました。で、今日はもうすでにその激しい雷雨が起きているんですが、新たに発生した活発な雲があって、上空は北西の風ですから、この活発な雲この時間は南東方向に移っています。ですから一度激しい雷雨が起きた場所でもまた起こる可能性があります。あと 1,2 時間は警戒してください。で、この激しい雷雨なんですが、明日になると平野部ではだいぶ少なくなりそうです。全国的に晴れて猛烈な暑さとなってきます。鳥取や名古屋は35度まで上がる予想です。で、その他の地域でも強い日差しが照りつけることで今日よりも暑さが厳しくなってきます。その強い日差しが山沿いではまた激しい雷雨を起こしそうです。で、明日は山沿いが中心ですが、平野部でも一部、この九州の西部や種子島、屋久島周辺では局地的に大雨となることが考えられます。ここでは大雨による災害や雷、突風に気をつけてください。おしまいに週間予報、札幌から名古屋です。あさって木曜日も各地晴れて暑さが厳しいです。ただ北海道では金曜日以降、東北や北陸では土曜日以降、また大気の状態が不安定になってきます。激しい雷雨や局地的な大雨に気をつけてください。で、東京や名古屋など関東や東海では少なくとも土曜日頃まで平野部では晴天が続きそうです。ですからそろそろ梅雨明けになると思うんですけども、この梅雨明けが発表されたとしても晴天は長続きしません。来週になるとまた大気の状態が不安定になって雷雨になる日が出てきそうです。大阪から那覇です。こちらでも木曜日以降、日曜日頃にかけては平野部で晴天が続きそうです。で、猛暑も続きます。もう梅雨明けの発表があるとは思うんですけども、すでに厳しい暑さが長く続いていますので、水分補給だけではなく栄養や睡眠もしっかりとって熱中症には気をつけてください。気象情報でした。